本シリーズの日本未来プロジェクト競争インナルトシリーズ最終日競争水面上今シリーズのラストカード優勝戦第12レースを迎えました。対戦メンバーは1号艇島村隆義、2号艇村越敦史、3号艇川野大、4号艇田村圭、5号艇佐々木和信、6号艇田村隆信、以上の6選手が争います。ゆっくりとインコース1号艇の島村隆義、予選道中4連勝をマークしました。オール3連隊継続中、人気の中心です。隣2コース2号艇の村越敦史、予選4日間白星上げています。村越もここまで4勝マーク。3コースには3号艇の川野大です。昨日は6コースからまくり差しを決めた3号艇川野、4号艇の田村圭が4コースの角を引っ張っていきました。4日間、予選堂々の戦いぶり、初めてのファイナル進出です。4号艇田村圭、5コース5号艇の佐々木和信、予選後半に勝ち星リズムアップ。6コース6号艇田村隆信です。初日ドリーム制しました。予選最終日ポイントアップに成功しました。3対3です。ワクン通り進入、インコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番ですスタートしました。3号艇かの4号艇の田村圭、いいスタートを切りました。1周1マーク、1号艇の島村が逃げる。3号艇のかの4号艇の田村圭、まくりに行く。2号艇村越、内から5号艇佐々木、バックストレッチ。1号艇の島村が先頭、2番手5号艇の佐々木、3番手外は3号艇のかの、内からは2号艇村越、4号艇田村圭と6号艇の田村隆信、続いてスタートは正常でした。1周2マーク、1号艇島村、5号艇佐々木、スタンド前2号艇の村越、外は3号艇の川野、2号艇の村越が3番手、1手進2手進、時計前リードを取っています。4番手3号艇の川野、21マークへ1号艇の島村リードを広げています。5号艇の佐々木が2番手、3番手2号艇村越、内から3号艇の川野、小さく丸、さらには6号艇の田村隆信、2号艇の村越がバックスレッジ、3番手3手進4手進5手進差、3号艇の川野4番手です。上位体制1番5番2番の体制です。2周2マークの旋回です。人気に応えて先頭は1号艇の島村、5号艇の佐々木2番手です。3番手2号艇村越、内からも3号艇の川野が小さく回って定冠差を詰める。2号艇村越、3号艇の川野、時計前3番手争いです。内3号艇川野、外は2号艇村越、2号艇の村越若干3番手リードを取っているか、しかし内から3号艇の川野、最終周回しマーク、2号艇村越、3号艇の川野が競り合って、内から6号艇の田村隆信、最後のバックスレッジ2号艇の村越が3番手守っています。上位体制は1番5番2番の体制です。4番手3号艇川野、6号艇の田村隆信、最後方が4号艇の田村圭です。今シリーズ5勝、オール3連隊、今年8回目の V ゴールへ、最後の直線コース1号艇島村、2番手は5号艇の佐々木、3番手2号艇の村越、取り切っています。先頭は1番の島村、優勝のゴリ、5番佐々木、フータは村越ゴリ、3番の6番の田村隆信、ラストは4番田村圭ゴリ。